笑う動物は人間だけ笑う必要があるのも人間だけという言葉を知っていますか私は知りませんねは最近の研究によればゴリラやチンパンジーをくすぐると人間が笑う時と同じ発生をすることが分かってるそうなると話が変わってきますねいやそれはくすぐられて笑っただけであって頭を使った笑いではなくかつて1歳ごろから手話の訓練を受けたゴリラは 5歳半の頃に機能テストをしたら人間の5歳児と同じユーモアセンスを示したそうだ。となると前提が覆ることになりますね。